こんにちは、ちゃんぽんです。今回は大阪の JR 環状線を一周して、それぞれの駅のシンボルフラワーとか発車メロディーなどを見たり聞いたりしてきました。シンボルフラワーとは大阪環状線改造プロジェクトの一環で、沿線の街に愛着を感じられるように大阪環状線全19駅でホーム上の大型駅名標などに取り入れられたデザインなんです。また本日が8月15日終戦の日であることとか、撮影日が昨日の8月14日で京橋空襲があった日、こういうこともありまして、途中戦争のことにも思いを巡らせる内容となっております。それではご覧ください。
ちょうど75年前の8月14日、撮影日が大阪空襲、京橋空襲があった日でした。京橋駅にはちょうど上東線、現在の大阪環状線の上り列車、下り列車の2本が入線したところで、居合わせた多くの乗客が立体交差する貝下の片町線ホームに避難していたようです。そこに一発の1トン爆弾が上東線の高架を突き破って片町線ホームに落下して爆発し、避難していた乗客らが爆弾の直撃を受けてしまいました。この空襲での犠牲者は、身元が判明している方だけでも210名以上、他に身元不明の犠牲者が500から600名ほどいるとされております。足元白色三角印1番から8番で2列に並んで。ありがとうございました。まもなく終点天王寺、終点天王寺です。いかがだったでしょうか。19駅もあったので少し長かったかと思いますが、楽しんでいただければ幸いです。最後はちょっと近鉄の駅にも入りましたが、その他にも戦争の内容にも少し触れて、戦争なき世の中を願うきっかけにしていただければ嬉しいです。今回の内容は以上です。今回もご視聴ありがとうございました。